最近おったんじゃあかん店にあんた。ああ、おったよおったよ。カリちゃんの店おった。カリちゃんの店おった。どこ行ったよ、あれで。あんじゃ飲み食いで、一緒に行こう行って。それ探してんの兄貴。うん、俺なんだよ。ああ、そうか、そうかじゃ。どうする行く？行きたいけど、お金がないから。え、ほら、一緒に行くか。あんまり払えんで、ね、タコは。俺もこれやから。これ超える関係で兄貴がおるから。ああ、それの関係で兄貴がいてんねんな。そうか。カムと知らんか？ああ、分からへん。そこやろ。そうか。こうやって、そうか、それか。あ、あれやん。あれやったら、弟子紹介しようか。誰よ？あ、あれ俺友達やねん。行く？多分怒ってくれるわ。行こうや。行こう。もう怒ってくれるから、今考えるよ。あ、じゃあ、ええよ、ええよ、ええよ。ええよ、ええよ。誰？ヒゲに。山田会のヒゲに。そこヒゲに邪魔やからどいたりや。シャッター閉めるから。シャッターが落ちる。おお、じゃあヒゲに何が用事あるやねん。じゃないやろうが、嘘つくなよ。値打ちこくなよ、お前。値打ちこくなよ。値打ちこくなよ。頼む、待って言うてない。せやんな。どこに連れてくれるの。いや、なんか、あの、向こうの人が連れて行ってくれるって。俺今彼女待ってるから。嘘つくなって。彼女待ってへんやろうが、嘘つくなよ。値打ちこくなよ。どこに彼女おんねん。ほんなら彼女のとこまで連れて行けよ。まあ、それでもないんだよ。なあ、まあ、俺は一杯だけ飲まして食ったらいいんだけど。一杯だけやって、ヒゲに。もう、あげや、持ってんの。あげや、ええで。じゃあ、それはあかんの。じゃあ、声かけられてん、俺が。31号。おちょくってんの、おちょくってんの。それはあかんの。それはあかんねや。飲みすぎ。ここや。こうやって。こうやって。兄貴に絶対や。マフラー、コップ。カム、なんでこうやって。どうだ、飲んでた。流れ流れ。彼女待ってる。待つんだ。お疲れ。よし、行こうか。寒いな。やばからへん。なんか痩せ細ってた。やばい、途方に暮れてはんねんけど、どうしよう。お疲れ様です。寒い。やっぱ夜は冷えるな。夜は冷えるわ。なめてたわ。なんか展開あんねん。そうやねん。あれはまあ置いといてちゃうねん。あんねん。ちょっと軽くはさ、触りはあってんけどさ、なんかパチオジから鬼電かかってきてて、なんでか理由は知らんけど、八王子から鬼電かかってきてて、もうほんで気ぃついた時にかけ直したら、あいつもう俺の番号消してんねん。まあええねんけど別に。なんかあったんかな、巻き打ち。いや、さすがにこの時間からはいかん。いかんけど。そうです。急展開です。あいつ、まあ、ワンチャンあるかもな。まあ、さすがに13万は溶かしてないと思うけどさ。
ワンチャンあるかもな。いや連絡もう取られへん。家行く以外は方法ない。いやーまあワンチャン負けたはあるかもな。あんつぶとかにいてない牧内。ちょっと分からんけど、ただ全部は行ってないと思うけどな。挨拶もなしに帰ってんの。いやだって帰られへんくなんもん。しゃあないやん、しゃあないじゃん。ちょっとなんか危なそうな空気やったし、まあええやん、顔出したしプレゼントあげたし、うん。だからキャスでジャグラー配信させて、お金払ってる払ってる、置いてきた置いてきた、うん。ちょっとなんかみんなで割るって言ってたから、まあ足らんかったら後日別に持っていきゃいだけやから、うん。いやだからそれあるかもな。あのみなみちゃんか、あとあるありがとう、とある JK なんぼ払った、とりあえず3000置いてきた、うん。足りるかどうか知らんけど、その俺が帰った後に入ったシャンパンの分とかは多分割らんでいいやろうから、うん。うわ寒っ。あこんばんは、あ村屋とも恐縮です。でも3000ずつやったで。あにゃありがとう。あにゃちょ待ってな、これいや今日聖杯の元気もうないかも。ちょっと待って待って、これちゃんと固定する。うん帰る、危なそうやったから。養分が倍ぐらい、普段の倍ぐらい寄ってるし、ゴリラはもう暴れ散らかして俺のこと殴りまくるし、うん、そろそろ危ないで。カリちゃんもまあまあテンション上がってきて映り込みまくるし、うん。店内ちょっと危険、うん。ちょっといつも通りやで。殴るって言っても、まあ、まあ普通に殴られるけど、いつも通り。ちょっとあれはいつもやからええねん、あのゴリラが俺殴んの、まあ、ええねんけど、じゃあ映ったりとかしたらバンなるやんまた。あー寒い、じゃあ一回どっちにしてもな、寒すぎるから、寒すぎるから。何の寒いね。いやさっきなんか絡まれたおじさん、さっき絡んできたおじさん、やんでないよ全然。うん、あ宮部に確認、パチオジ来てない。いやだ車帰ったらダウンあるから、うん。いや別に車、あうんまた来てね、車帰ったら別にいらん。めっちゃ寒い、めっちゃ寒い、あお疲れ、疲れたね。あ山田ニャスは知らん、どうなってんの、配信してるんじゃん。ちょっと絡まれて、飲みに連れて行ってくれってずっと言うてきたから、配信映ってやって言ったらいいって言うから、寒っ。いや分からん、でも夜の9時ぐらいに鬼伝か言うたら、あちょうど青なったわ。まあ牧内も明日でいいか、明日でいいか。そのミナちゃんの方だけちょっとかけてみろよ、ワンちゃん。何言ってんのかわからん。やばい、耳ちぎれそうなぐらい寒い。いや今日行っても寝てるやろ多分、もう起きてはないやろ。もう寝とるってこの時間やったら。金なくなってようがなくなってまいが、サーブ。自分のところ行かへん行かへん、それ何してんのそれは。なんか養分のところにめっちゃ鳩飛んできてたけどな。じゃあ一回車戻ろう。 お金払う前に一回車戻ろう。寒すぎる。どこの帽子、あバーバリーのパチモンよいしょ。寒い、耐えた、耐えた、めっちゃ寒かった。ちょっと一回エンジンかけよう。
べえ。あ、キャリーのすき焼きな。あ、おう、これパチモンやで。2000円。よいしょ。あ、違う違う、パチモンっていうブランドがあるんじゃなくて、あの、偽ブランド品っていうこと。生き返った。あー、生き返った。お疲れ様でした、皆さん。たまにはやっぱ、たわく盛り上げるのも大事よな。よし。暖房。すぐ効かんか。すき焼き来る。あ、ほんまに言ってんの？来てほしいらしい。暴露ある。え、マジで言ってるん？ま？それマジで言ってる。え、行こうかな。行こう。でも俺飯大量に食った時やからな。ちょっと俺ほんまの誕生日8月。え、でもその、あれやで。その、ほんまになんか暴露あるん？え、どちらどちら、暴露あんの？カードグッズパチモン。うん。暴露あんの？え、マジかよって。いや、ちょっと別にそんな遠ないもん。あるで。何の暴露？こうちゃん？本当の誕生日8月。うん。いや、いいよ、ほんまの誕生日は。キャリーちゃんとちょめちょめするわけなんや。あ、せいさん断ってへんや。ちょ、それおもろいねんけど。いやいや、暴露あんねやったら行くけど、うん、それは。暴露があんの？ 8 月の何日か。あ、3日3日。うん、あ、パオン、アナス特命さん、なーの人ありがとう、パオン。すき焼きだけやったらあれやん。俺もう食ったからさ。うん。食ったからさ、言うて。うん。食べたからさ。うん。ありがとう。なあの人、ほんと。うん。まあ、でもちょっと一回休憩しよう。一回休憩しよう。うん。一回休憩しよう。疲れた。はあ、疲れた。疲れたわ。で、さっき電話せなあかんとこあるから、ああ、そもそも論。なんとかさん、うん、徳島から来るって言ってたなんとかさん、電話せなあかんわ。ああ、お疲れ様です。いや、わからん、あるかどうかわからん展開、まだ。こいつ出るかな？みなちゃん A 番ちゃうっつってたで。え、ほんまに A 番なん？え、この人 A 番なの？ちょっと待って、怖いねんけど。しかもそれも話変わってたよな、言うたら。この人が何、何なんて言ってたっけ。なんか MY 君も来るとかさ、言ってて、なんか話むちゃくちゃなってたけど。うん、バンじゃないって言ってた。え、一回見てみようか、アカウント。怖いわ。そもそも見てみろ、アカウント。こいつバンなんかよ。うん。一回見てみるわ。お、調べるわ。もう怖なってきた。こいつやめろよな。うん。みなちゃん。あ、みなでいいの。みな。ひらがなでみな。お、おら、あ、あ、バンちゃう、バンちゃう。おるおるおる。おる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 。おるおる。こいつやろ。こいつやろ。映らんか。おるわ。あるわ、アカウント。うん。あ、ほっといていいか、別に。まあ、そやな、絡まんでいいよな。もう、うん、絡まんでいい。うん、絡まんでええわ。ああ、絡まなくていい。アーカイブはないけど、でもまあ、検索出てくるからな。まあ、倉庫フォローっていうのもあんねやろうけど。うん、やっちゃも調べたらいい。怖いな、そしたら。
いや、まあ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 、別に絡まんけどな。こいつ絶対大阪来てないやろ。ほんで、多分やけど、大阪来てないと思うわ。だって、2時間半ぐらいとか言ってたのに、全然あれやん。ああ、ちょっといいね、いいね。あれ、山田会の会員やから。ええね、別に。ヒゲにやろ。別に。他の人がやってたらちょっとあれやけど。ああ、疲れた。疲れたな、今日な。今日疲れたわ、思いっきり。早めに帰ろうかな。ああ、コインパーキングです。はい。西成のコインパーキング。あ、そうか、俺サムネイル言ってんもんな。ややこしいわな。お金まだ払ってない、払ってない。うん、もうここいら夜になったら全然安いから、うん、多分数百円の世界やから、多分やけど。まだ米呼んでくれる、まあ米はね、はい、呼びます。寒い、疲れた。何しよっか、もう何しよっか。うんこに備えてもうちょいここで待機しとこうかな。ワンチャン事件起こりそうやからな。起こらんか、さすがに。うん、安いよこの辺多分。安いで。しとこ。どこ行く？ほんまにどこ行く？もう御堂筋のイルミネーション見て帰ろうか。うん、あ、シャミちゃんありがとう。ありがとう、お疲れ。うん、え、御堂筋のイルミネーション見て帰る。あ、お疲れ様です。バーアザース、コシ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 、アザッセー。はー、あの人ありがとうございます。ありがとうございます。ほんとね。いつかね、一緒にね、ハーの人と淀川の花火見れたらいいなと思ってる。うん、ありがとう。お疲れ様です。え、11時、あ、お前間に合わんわ。無理や。全然無理や。いや、みなちゃん連絡つかん。電話かけたけど。一応連絡は入れといてあげたから。え、きょんまるとキャリーちゃん付き合うの？いいやん、なんか。え、それほんま？嘘はたやろ。あ、じゃあこれレンタカー、レンタカー買うわけないやん、金ないのに。45号嘘やろそれ。配信外でキョンマルが告白した。嘘でしょ。俺キャリーちゃんに電話しよう。うん、付き合うんか聞いてみよう。一回聞いてみるわ、キャリーちゃん。うん、どこや。え、言うてた。え、付き合うって。レンタカー吸えるよ。これ大丈夫、大丈夫。吸えるやつ。キャリーちゃん付き合うの？え、キャリー。一回聞いてみるわ、電話。え、もしもし？キャリーちゃんお疲れ様。お疲れ様。え、キャリーちゃん、キョンマルちゃんと、あ、キョンマルさんと付き合うん？そんなのしてないよ。なんや、嘘はとかよ。嘘はとかよ。うん。わっぱわっぱやな。なあ、なんか、配信外で告白されたとかいうわけわからへん嘘はと飛んできてんねん。あ、それはされた。え、それはされたの？うん、告白はされたけど。うん、考え中？考えるねって言って、私は。あ、考えるねって言って。で、結局決まってんの？腹積もりは。いや、今はまだちょっと付き合うのは早いかなと思う。早い。じゃあ、ありはありなん？まぁ、あ、ちょっとまだね。うん。だろう。うん。いろいろ知ってから、今んとこはありかどうかわかんない。ああ、了解了解。わかったわかった。まぁ、あ、言いにくいわな。わかったわかった。うん。うん。ほなね。あ、それだけ？うん、それだけ。あうん、ほなね、ウィース。ウィース。はい。きょんまるさん。
きょんまるさん、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 俺きょんまるさんに会ったことあるから、あのはっきり言っとくわ、これはもうなしや。きょんまるさん、なんかきょんまるさんをえぐるような言い方は俺したくない。会ったことあるし、あ、なんかよくアイテムくれるからさ、きょんまるさん、これはもう完全になしや、これ完全になしや、夢見ん方がいいわ、あ、もうなしや、完璧になしや、今の反応でわかるやん言うたら。きょんまるさん、いやいやいや、ちょ、わかるやん。だってお前らさ、な、そんな完全になしやのに、な、一応ヤマリスでもあるきょんまるさんがやで、傷つくとこ見たいか。俺は見たくないけどな。俺は見たくないけどな。さしてくれよの方やったやん。ちょっとかわいそうやけど、きょんまるさん。女やったら俺紹介します。俺女やったら、紹介しますよ、また。なんか。しかも、付き合うってなったら、なんやろうな。あ、リュウヤさんありがとう。パオ、付き合うってなったら、こうちゃんが、キャリーちゃん、こうちゃん名義の家で住んでて、きょんまるさんと付き合うってなったら、なんか、トライアングルなるから。トライアングルになっちゃうから、だからやめといた方がいいと思うんですよ。キャリーほんまモテるよな、なんかな、めっちゃモテるよな、羨ましいわ。いや、まあそれはな、別にリスナー様としてとか、まあそう金あると思うからさ、そのキャリーも露骨になしやってはっきり言ったら、くれてたアイテムとかなくなりそうやからとかはあんねんやろうけど、でもな、ヤマリスでもあるからな、きょんまるさんは、やっぱ傷つくとこは見たくないな、ヤマリスじゃなかったらな、別にええねんけど、やっぱヤマリスでもあるからさ、なややこしなるよな、絶対な、右獅子は奥さんおるやん、奥さんいてるじゃん、帰るか、帰るか、そろそろ今日絶対12時きっかりぐらいに寝よう、12時きっかりぐらいに寝よう。あ、村井様ありがとうございます。村井様ありがとうございます。なんで傷つくの？いや、今のキャリーの反応を見たらもうなしやん、完璧に。完璧になしやん。付き合うが 100% ない反応やん。こうちゃん、あ、村井でバタス教室です。こうちゃん、今日も配信で全開生きてた。こうちゃんやばいな。荒ぶってんな、最近な。いい流れやな。香ばしいわ。後で揉め事せやな。なりそうやな。2軒目行く前やったらな、キャリーちゃんの家ですき焼きも別に悪くはなかったけどな。帰ろ、今日は帰ろ、疲れた、その なんとかさ、もう電話かけてけえへんし、もう、キャリーはいつも、まあ、あんだけね、食欲旺盛で食ってるからなかなかやろな、なかなかじゃない。でも別にキャリーちゃん痩せんでいいんじゃん、モテてるから、モテてるから、あるか、あ、ミシャン当たりパーン、あざーす、ゴシゴシゴシ、ほんとね、もうミシャンといつか一緒に、淀川でクリスマスツリー見れたらいいなと思う。ほんとありがとうミシャン、ナイス、いいよ。あ、匿名さんも、豚、ありがとうございます。あの人、ポン、あざっす。お、SY やってんねや。あ、村井とマザス恐縮です。まあ、
か、お金にだらしない人って一生お金にだらしないからな。あ、村井でも恐縮です。ありがとうございます。村井でも恐縮です。一生だらしないからな。いや、聖杯来てない。今日絶対無理、もう聖杯できひん、多分。疲れた。あ、ブライトありがとうございます。あの人らとおるとエネルギーめっちゃいる。あ、ブライトバレです。恐縮です。はぁ、疲れた。駐車料金払いに行こうか。いや、なんか全然電話かけても折り返しもないし、かかってきてもないから、多分やけど、徳島おるんちゃう？多分やけど。あ、無料アイテムありがとうございます。無料アイテムあざす。恐縮です。お疲れ様です。空の人ありがとう。空の人。家から来ました。ああ、いい、また、はい、よろしくお願いします。またよろしくお願いします。竹内はジャグラーやめへんやろ、多分。ちょ、待って。おー、ノーコンビニ行かなあかんわ。ああ、うかつやった。うかつやった。おう、ノー。福沢しかない。あ、ブレートバレツ、恐縮です。お金崩さなあかん。めんどくさいな。またコンビニ行かなあかん。小銭入れに入ってる小銭だけでここの駐車場払われへんわ。行くか、ジャンバー着替えて行くか。もうめんどくさいわ。あっちにローソンあったのにな。ちょっとお金崩しに行こう。一本スター行くわ。マジでちゃんとジャンパー着な、寒すぎる外。よっしゃ、行くか。疲れた。よいしょ。フィナセは知らん、何してんの。俺が知ってるわけないよ。よいしょ。一回出な、切られへん。出な、切られへん。ああ、寒い。え、両替しに行く。両替いうか、あの何、あの1万円しかないからちょっとなんか飲み物でも買って崩すわ。うん、ここの料金払われへんす、多分。小銭入れのお金と。で、今日の予定は、帰る、家帰る。あ、村やってもありがとうございます。家帰る正解やわ。あ、ありがとうございます。今日の手紙に帰る。はい、お疲れ様です。エネルギーつく消耗しすぎた。まあ、明日あれやもんな。長いもんな。明日長いし、あれするわ。今日は早めに休む。いや、もう今日も十分沸かしたやん。朝から、昼から、夕方から、最近毎日やん。最近毎日じゃん。山田さんにどうやったら会える？今日とかやと、俺の家来たら会える。今日とかやと、俺の家来たら会える。明日、無事帰れるか、事件の予感。どういうこと？え、なんか不穏な雰囲気になってるん。ちょっとチェックしとこう。え、ほんまに？ほんまか？何も荒れてないやろ、多分。ちょっと待って、見るわ。家わからない。定期お願いします、僕の家の。
あ、これ僕の家です。こうちゃん大丈夫やろ、うん、これ僕の銀たぬきさんが書いてくれてる、123号さん、これが僕の家です。はい、うん、来んの今日、今日来んの、え、なんで笑ってんの、これ僕の家です。はい、明日はどうすんのやろえ、どなたっすか123号さん。俺誰かわからんのにはこう来られてもちょっと困るとこあるからさ、どなたっすか123号さん、誰っすか。匿名で花火でも投げてくれたらわかんねんけど、どなたっすかマジで。123号さん、誰っすか、どのアカウントの人やろ。あ、こんばんは、126号さん。うん。こんばんは。わからんな。あ、アカウントもわからへんな。花火？花火っていうコメント？あ、花火じゃなくてもいいよ。サンタクロースでもいいよ。どっちでもいいよ。おう。サンタクロースでもいいで、ジニーさん。どうする？あ、うん、そう、アイテム。なんか匿名でくれたらアカウントわかるやん。米の花火は、嘘やろ？誰やろ？ああ、全然晒してる、晒してる。気にせえへんわ、そんな。うん、123号だよって言って匿名でアイテム投げてくれたら俺も誰かわかるから、うん、首ないよ、うん、つづ、うん、あ、無理アイテムありがとうございます。バーの人ありがとうございます。あーの人ありがとうございます。うん、ありがとうございます、恐縮です。いや、 NG じゃ無理やろ。あ、無理やってもありがとうございます。あ、123号。あー、50代女性ね。パオン、あざす。あー、え、今日来んの？今日来んの？スタバってウーバーできるはず。うん、でも、スタバ自体が12時とかに閉まるやろ。うん。うん、ええで、今日来る？ 123 号さん。おん、そうそう、アイさん。うん。来る？ひらがなでアイやけどな。少し考える。ああ、まあ、うん、少しでも、うん、たくさんでももう考えてくれた。でも寝るまでに来てほしいけどな、もう来んねやったら。うん、50歳女性。うん。考える、愛さん。うん。何か飲む？せやな、なんか、じゃどっちにしてもな、俺お金崩さなあかんから。うん。まあ、それは多分映ってくれるよ、ちょっとぐらいは。うん。え、でも愛さん配信中にしてな、くんねやったら、なるべく、うん、あ、ピンクさんお疲れ様、うん、永久指名制度入りそうっすか、そろそろピンクさん、うん、で考えた結果どうするの。うん、50歳っておっしゃってたご本人様の口から。あ、入らんか、そうか。いいよ、音声だけとかでいいから、別に最初は、慣れるまでは、うん、慣れるまでは音声とかでいいから、別にちょっとだけ映ってくれると助かる、うん、大丈夫、愛さん、スタバのウーバーで飲みたいものある？あ、別に何でも好きやで。あと、もう少しピンクちゃん、うん、わかった。え、で、来んの？来えへんの？ 123 号さん。来るか来えへんか。はっきりしてよ！うん。はっきりしてって！もう、本当に。うん。あ、やめとく。わかった。うん。オッケー。うん。わかった。うん。いいよ。うん。やめとくねんな。そう。ああ、ええ、ちゃう、その、はっきりしてくれへんから、こっちも決まらへんから、うん、それは。
あ、塔の人、ありがとうございます。うん。うん、あ、すいません、すいません。あ、いや、なんでもはよくない、132号。ちょっとまだ俺家着いてないで、まだ。うん。あ、置き配にしといてくれるってこと？やったら、抹茶ラテ系がいいかも。うん。抹茶ラテ系。うん。え、ほんじゃ、愛ちゃん、また、引き続き、アイテム投げててね。うん、よかったら、愛ちゃん。うん。いや、だから、どうやったら、山田さんに会えますかって、ずーっと言うてるから、ずーっと言うてるから。うん。うん、引き続き、アイテム、いっぱい投げてね。うん、昨日も、5000円のサンタクロースのアイテムありがとうね。覚えてるからね、ちゃんと。うん。今日まだ、サンタクロース見てないけど、うん、123号さん、うん、またサンタクロース投げてもいいからね、うん、いいよ、いいねんで、うん、あ、ブレアテマザス恐縮です、うん、昨日サンタクロースのアイテムくれたね、うん、ありがとうね、うん、今日も、うん、見せてくれてもいいよ、今日も。123号さん。それな、123号さん、サンタクロースのアイテムいっぱい投げていったら、銀のタヌキとか金のタヌキになっていけるからね。うん。うん。なれるからね、123号さん。うん。わかった？うん。一日一個ずつを続けていったら、コツコツやっていったら、なるからね。うん。そう、一日一個ずつ。投げていったらいいからね。わかった？だから今日の分まだやからな。123号さん。今日投げていったらいいからね。今ね。うん。うん。いいんやで。123号さん投げてな。うん。綺麗やろ？あれ。綺麗やろ？投げていっていいからね。123号さん。セットボーン。よし、行くか。ソロ墓地行くか。両替行くめんどくさくて、目の前の現実から逃げてたけど、うん、両替行かんかったら駐車場から車出されへん。よし。せっかく車あったかくなってきてんけどな。なんちゅう配信してるんだ。スーパーピンポイント洗脳商法や。うん。うん、スーパーピンポイント洗脳商法や。うん、疲れてるときはこんくらいでいいんや言うたら、うん、あ、ブレアとマザス、しかももう俺活動限界迎えてるからな。ちょ、俺自体は配信やってなくても、うん、延べ配信時間もう9時間ぐらいなってんのか言うたら、うん、なってる？なってない？なってるよな多分、うん、って考えたらあれちゃう、うん、9時間は言い過ぎか。いやでも、鳴ってるか、そんぐらい。G のってダサくない？まあ、ダサいっすね。ダサいっすね。まあ、美女求めてないからな、別に。ちょっと待って、小銭色の小銭だけでいけるかな？いや、無理か。無理やわ。え、避けてるんってどういうこと？何を避けてんの？避けてないよ、別に。よし、行こう。うん。よし、行くぜ。うん、とりあえず車出されへんから了解しに行こう。うわっ、お、危な。ちょ、もう頼むで。よし。よっしゃ。こ、どこでしょ。お、そう、ミラジーノっていうやつ。うん。なんか、いかにも女子が乗りそうなやつ。ゴミ箱。よし。さっきコンビニ行こう。どっちの方が近いやろ。あっちの方が近そうやな。あっちにしよう。風強っ。よっ。風強っ。風の音うるさい。あ、お疲れ様、雪ママ、パオン、あざっす。風切り音対策、ちょっと適当にしてるからな、今日。寒い。ここ渡れるかな。あ、無理やってまざっす。無理やな。信号まで行こう。ミラージーのアゴマスク日記助けに行けよ。誰をやねん。誰をどこにやねん。
さべお、渡れる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 、ちょっとあれ買おう。牧内消息不明情報来てるな。あいつ俺の番号消しやがったからな、まあ明日行ってみようか、また、明日にするわ。もう今日遅いから。寒い。小さい、ちびってあごマスク鼻サングラスニキって何それ。どういうこと。いや、なんかな、2、3回着信あって、で折り返してかけたらもうあれ 番号消されてた。いや、多分俺に怒ってるんじゃない、多分そっち系じゃないか。ちょっと待って、ホットのコーナー あるわ。びっくりした。ホットコーヒー、サブ。ああ、番号消す。だってあれやん、あのこの電話番号からの着信はお受けできませんって言うもん。すいません。ホットコーヒーです。はい、いや、ごめん、理由がわからんねん。マキウチのなんで消したか。はい、ありがとうございます。よいしょ。ああ、あれやで、番号消されたのは分かる。だってかけたらあれやったもん、あれなってたから。サブー、いやいや、あいついつもやからええよ、もう。それはもう慣れた、さすがに。もう毎回やから。サブー、そこ追求する意味は、どういうこと、どこを追求。サブー。いや、じゃあワンチャンなんかあったパターンあるからな、また。あ、予算値もんだ。まあ、もんでそうやな。あ、無理やってまだす、恐縮です。うわー、寒い。あん粒海藻の嘘。それは言うた。でも今日は空いてるって言ってるからな。まあ行ってたら今日やろうと思ったけど、でも行ってないやろ多分。宮部に聞いたら来てないっつってんねやろ。しかもあいつ一人で行かれへんやろ、場所分かってないやん、言うたら。一人でよう行かんはず、誰かが付き添わん。あ、無理やりでまざす。朝俺鍵閉めてないや。よいしょ、よいしょ。さめ、もうちょっと休憩しようか、ここで。最寄り駅、日本橋っすね、123号さん。日本橋か、谷町9丁目でもそんな遠くないんかな、俺んちって。どっちか。谷町9丁目か、日本橋です。住所聞いたやん、123号。その Google で、あれやん、調べた方が分かりやすいかも。住所聞いたやん、123号さん。123号さん、住所聞いたやん。聞いたやろ ?123 号さん、俺の住所。月読みパイセン、午後ありがとう、パオー、ゴシ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 、あざす、月読みパイセン。住所聞いたやろ、アイちゃん。なあ。聞いたやろ?それ、あれやん、Google マップにそのままコピーして入れて、
自分家から経路案内したら出るからね。うん。愛ちゃん、うん、アプリインストールできるんやったらできるよ、絶対。うん。何でも聞く前に考えよう、自分で。な、愛。愛って、な。うん。うん、ここまで俺に丁寧に説明させてんで。うん、愛ちゃん。これはもうサンタクロースやわ。うん、ここまで俺に察してんねんから、もうそれは。そうちゃう？そうやと思わんか？愛。ここまでさせたらサンタクロースちゃうか？優しいやろ俺、愛。優しいやろ？ちゃうか？あ、無理やってもありがとうございます。いや、来てないねん。それも連絡つかんねん。何回かけても。うん。来てないやろ。来てたらだって多分着信あるやろ。うん。何も連絡ないで。うん。何も連絡ない。もう一回電話しようか。多分何回かけても一緒やで、こいつ出えへんで。うん。もう寝てるやろ、多分家で。あ、無理やってまざす、恐縮です。ほらな。ほらな。出えへんやろ。うん。ほらな、出えへんやろ。うん。だから来てないんちゃう、多分。うん。いやいや、その気になられても俺、家も住所も教えへんもん。お、来ても出えへんし。今日はこれでしゃーなしやぞ。愛ありがとう。パオーン、あざす。いいよ。今日はそれで許してある。ありがとう。愛、ナイス、ありがとう。ほんとね、いつかね、一緒にね、俺の家でクリスマスツリー見れたらいいなと思った。ほんとありがとう。50歳の愛ちゃん。ありがとう。あ、村屋でもありがとうございます。恐縮です。ありがとうございます。ちょっと香ばしい愛ちゃん、ありがとう。誰やねんやろうな。あ、無理やってまだす、恐縮です。よし、帰る準備するぞ。絶対今日は早く帰って寝たるから、最速で寝たろ今日は。あ、無理やってもありがとうございます、恐縮です。愛ちゃんナイス。あ、ちゃうわ、俺駐車料金払ってないね。いやいや、香ばしいやろ結構。ちょ、俺駐車場のお金払ってないよ。このまま行くとこやった。だからもうあれやな、大事件ならんやろ多分。ならなさそう。暗っ。ちょっと待って、もう準備しとくわ。準備しとこう。あ、こんばんは。こんばんは。あー、いらんボタン押してるわ。よし、こう。あー、ちょっと待てよ。にゃーん、にゃーん。ちょ、線がくちゃくちゃなってる。一緒に寝たいよ。やばいやん。ジャスト105、何を言ってんねん。ジャスト105は何を言うとんねん。色ぼけしてんちゃうぞ。よいしょ。あ、これでいいわ。そして、よいしょ。あ、村屋とマザース、恐縮です。はい、もうそっからそこなんでいい、言うて。兄貴、今日もリアタツマシですか？あー、もう僕ん家来ますわ、兄貴。逆に、うん。もうそのペンギンマークで誰か 100% 分かったさ、兄貴。さっきゴリラの枠で僕からって言って大花火投げてくれてありがとうございます、ほんと。ちゃんと見てたんで、はい。あ、来ます、社長。いいっすよ。家来てくれたら、何？もう、今日は男でもあなたは大丈夫です、来てくれて。うん、で今日ゴリラの枠で投げてくれてたから、うん、投げんでええのに、うん、
あいつ、あいつほんま俺に金ばっかり出させて。よいしょ。あ、無理やってまざす。恐縮です。うん、でも俺とゴリラ結構おもろない。そうでもない。言いすぎ。よいしょ。あ、じゃあお金払わなあかんねや。ちょっと お金払ってくるっすね。お金。お金払ってくるっすね。あ、無理やってまざす。ちょっとお金払ってくるっすね。養分寄ってるから、あ、ええで別に送ったんで、養分。でもあれやろ。まだ帰らんやろ。言うて。あと30分とか言うんやったらあれやけど。あ、そうか、12時で閉まんのか。あー、乗ってく。あ、スマホクーラー入れてる、一応。室内あったかなるから、別にいらんねんけどな。え、事務所変えんの？事務所変えんのやったらあれちゃん。あ、そうか、養分だけか、今日。あ、別についでやからええけどな。え、でも、あ、そうか、もうファニーさんも帰ったんか。ほんまやな。あないなとこで宅捕まらんか。あー。え、でももうちょい待っとく、向こうで。あ、村屋とバザース、恐縮です。じゃあ、見てみるわ。見てみるわ。送るのはいいけどさ。え、でもあれちゃん。一応誕生日会とかやから12時以降もちょっとだけやるんじゃん、向こう。ちゃうの？一回見るわ。その養分の酔っ払い具合。まだやりそうじゃない？あ、平日ありがとう。ああ行かれた、配信。明日の忘年会俺知らん、それは。うん。リンちゃんって誰？次から出てくんな。リンちゃんってどのリンちゃんや？リンちゃんって俺一人しか知らんねんけど。それ千葉おるんちゃうの、それ。LINE 交換いいよ、別に。DM 送ってきたらいいやん。オチとしてはめちゃくちゃ。あ、おもろかった。ありがとうございます、ほんと。よっさんとコラボして、大阪や。大阪や。RIN にしても違う方のリンも。送り方がわからない。あー。で、全員にもあげた。全員にあげた。で、今日言われて今日やったから、さあ、俺は大したもんあげてないけど、一応3人ともにあげた。あの、アマゾンのギフトカード。で、ええよな。だって俺別に自分の誕生日やらへんからさ、お返しいらんしさ。部長にお願いする。123号さんが俺と LINE を交換したいって言ってんねんけど、1個だけ高額。うん、1個だけ高額。うん、1個だけ、うん、5万円もあるわけないやん。全部足しても1万もいかんけど。え、明日の忘年会ってでも詳細何も来てないねんけど、誰からも。ほんまにあんの？ほんまにあんの？それ。ケイスケって何？いや、ごめん、俺それ詳細来てない。おう、まあ気持ちやからな。いや、そんな別にええもんあげてないって言うたら。放置の車は、5万、何倍やった？ 2800 円。ああ、おう、ちょっと別に、いいねんで、俺誘われてなくても、明日は。うん。呼ばれてたけど、何も詳細来てないから、うん。いや、明日はいかんかな、いかんかな、もしかしたら。うん。明日はいかんかな、もしかしたら。行くかもしらんけど、うん。
ごめん、それ時間も場所も聞いてない、うん、時間も場所も聞いてない。まあ連絡来てからにするわ。どっちにしても行くにしても行かんにしろ。 X でメール送ったけど届いてなかった。ああ X で送ってくれたの。あ、愛ちゃんだよって言って送ってくれた。ちょっと待って見てあげるわ。そしたら出会い中 A で、うん、出会い目的でふわっち使ってる愛ちゃん。え、来てないで。ん？うん、来てないで。出会い目的の愛ちゃん。あ、これ、あ、来てるか。これか。あ、オッケーオッケーオッケー。来てる来てる。あ、ここに俺が LINE の裏路送ったらええねんな。出会い中。うん。出会い中の50歳の愛ちゃん。ええよええよ。送っとくわ。うん。え、女芸ってどういうこと？あ、出会い中じゃないんや。ああ。まあまあ、どっちでもいいけどな、別に。うん、送っとくわ、出会い中。はい。うん、これで LINE 追加できるから、愛ちゃん。お、送ったよ。愛、送ったよ。愛、送ったよ。うん。愛、送ったよ。うん。うん、詳細来てないから、うん。愛、送ったよ。早く追加しときや。うん、送ったよ。愛ちゃん多分機械音痴やから、あのタップしたらすぐ追加できる、あのウラルの方で送っといたから、うん、これでいい？愛ちゃん、うん、これでいいか愛ちゃん。あ、村屋とまざす恐縮です。ありがとうございます。できたんかな、できたんかな。今かけていい？愛ちゃん、うん、追加したら今かけていいか愛ちゃん、うん、いやまあいいやん別に。なんかわーってちゃんちゃんわーって湧いてる時とかやったらさ、やっぱあの ここに熱い思いをさ、あのしてくれんの嬉しくてもその対応できひんけど、え、今日もクタクタ、今日もクタクタ、うん、そうやね、あゆば。まあ、いいとこに来てくれたけど、あいつまたなんかあったっぽいね、クソじじ。そうやね。俺もな、気ぃつかんかって2回かかってきてて、30分後ぐらいにかけ直したら、うん、きっちりまた俺のも消してたわ。一度かけてみてください。わかった。うん。で、追加したの？愛ちゃん。愛ちゃんって、一度かけてみてくださいってどういうこと？追加されてないねんけど、LINE。うん。愛ちゃん、なんか送った？ LINE に。一度かけてみてくださいって言って、あの、愛ちゃん。あの、来てないねん、LINE。かけようないよね。うん。愛ちゃん。出会い中の愛ちゃん。あの、怒んで。そろそろまた X にログインできない。じゃあ俺どこに LINE 送ったん？自分の X にログインできない。じゃあ俺どこにかけたらいい？うん、もう愛ちゃんめんどくさいからさ、184ってまずコメント打ってさ、自分の電話番号もうここに書いてくれへん、めんどくさいから。それか NG ワードであの LINE の、じゃあ俺 DM に LINE 送ってって言われたから今送ってんのに、 Twitter のな、 Twitter ログインできひんって言ってんのに一度かけてきてってさ、もうその超能力の3上以下な無理やん。うん、うん、だだだだだ、俺はそ、超、うん、もう番号教えてくれたら、うん、184って打って電話番号書いてくれたら、あ、で電話番号あかんのか、 あかんわ、電話番号コメントで書かれへんわ今思ったら。あ、ちょっと愛ちゃん LINE の ID ここに NG で貼ったら、愛ちゃん、あ、苦手で困ってんねんな、せやな。ほんじゃ、
数字で184って書いて自分の LINE の ID をここに書くか、うん、Twitter がログインできひんっていうのがちょっと俺には分からへんねんけど、うん、じゃあね、Twitter 使われへんって言ってるから、まさか分割やったら書けるか。じゃあ落ち着いて、あいちゃん184って書いて、184って書いてな、184って書いたらみんなに見えへんくなるから、それで電話番号を書いてくれたら、うん、で電話番号教えてくれたらショートメッセージで俺送ってあげるから、 LINE。あ、スペルがありがとう。愛ちゃん。あ、ちょ待って来た。ちょ待って、ちょ待って。オッケー、いける。ちょ待ってや。ちょ待ってよ。長さん撮ってな。今いけてるから。一回電話出て、アイちゃんかけたから今電話出て、アイちゃん電話、もしもし、アイちゃん聞こえる？なんで切った？なんで切ったん、アイちゃん電話。いやこれ声聞かへんかったらさ、アイちゃんかどうかわからんから、もう一回かけていい？俺も怖いから。なんで来たん？怖いから。もしもし、アイちゃん。聞こえる？もしもし。あ、聞こえる？アイちゃん。一回、配信一回切ってくれへん？配信の方。入るから。配信を切る。うん。はい。切れました。切れた？はい。アイちゃんは、はい。俺のこと好き？え、応援してます。応援してんの？アイちゃん。はい。はい。あ、愛ちゃんって何してる人なの？え、普通の会社員です。あ、普通の会社員なんや。会社員っていうか、普通の、はい、事務の仕事してます。事務の仕事してて。で、はい、一応、50歳って言ってたっけ？なんて年分かったんですか？え、じゃあ自分でコメントで言ってたからやで。あ、そうなんですか？あ、うん。俺が当てずっぽうで、どうせ58ぐらいやろって言ったら、愛ちゃんが50って言って。はい、うん、あ、そうやったんですか、ね、うん、そう、覚えてないんや。うん、そう。よかった。うん。すいません。え、で、愛ちゃんは、俺に会いたいから、はい、俺の家来んの、はい、今日。来えへんの？いや、今日は、やめておきます、ちょっと。あ、そうなんや。はい、時間も時間なんで。え、で、愛ちゃんは、結婚してるの？はい、バツイチです。お子様とかは？は、います。あ、おんねや。うん。いるけど、もう、大きくなっても、両方とも結婚してるんで。ああ、そうなんや、愛ちゃん。はい。愛ちゃん、太ってる？ぽっちゃりですね。なあ、太ってるやんな、絶対な。はい、なんで絶対？ああ、いや、なんかもうか、その感じが。うん。え、そうなんだ。うん。はい。うん。はい。で、愛ちゃんは、それで愛ちゃん一人暮らしなの今？今一人ですよ。じゃあ俺が行こうか、愛ちゃんの家。どこに？いや、ダメだ。じゃあどの辺に住んでんの？え、これって今みんなに聞こえてるんですよね。聞こえてる。あ、だからざっくりでいいよ。何区とか何市とかだけでいいから。あ、兵庫県なんですよ。兵庫県のどの辺？ざっくりでいいから。西宮です。あ、西宮なんや。今から行けんで別に。いや、やめておきますけど。なんでな？え？明日はお休みやろ？明日は休み。でも明日が、うん、新世界までお昼飲みに行くんで。あ、新世界まで。うん。はい。で、もしあれやったら明日。あ、会いたい？俺と。会えるかなって、そのタイミングが合えば。デートしたい？
いや、デートじゃなくてもいい。デート配信したい？いや、それは困る。なんで困んの、愛ちゃん。いや、ちょっとそれはいろいろと困る。大丈夫やって、愛ちゃん。いや、困ります、困ります。恥ずかしい。恥ずかしい。あ、じゃあ、マスクしてたらええやん、愛ちゃん。別に。いや、絶対バレるから嫌です。バレるってどういうこと？いや、今これ、みんな聞いてるんですよね、この会話。当然、うん。俺は配信外とかで、リスナーさんと隠れてこそこそせえへんって決めてるから。ああ、そうなんや。そう、そう。そう、だから、あの、デート配信する？そしたら。いや、デート配信はちょっと。なんで？いや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 。ショッピングとかしようよ。一緒に。いやいやいや。ビトンとか行って。いやなんで？いやいや。ちょっとそれハードルが高すぎます。ああ、そっか。ほんじゃ、あれ、どっかもうちょっと、うん、あれしようか？そしたら。うん。なんか、着ぐるみかなんか着て、うん。山田さんの部屋に行って、配信やったら OK です。絶対バレないような着ぐるみ。だからマスクとサングラスしてたらいいんじゃないの、愛ちゃん。いや、見る人が見たら絶対わかります。でもその理論で言ったら、今の声放送乗ってたら、聞く人が聞いたらわかるよ。そう、だから、そうだと思う。うん、だからもうええやん、この際。一緒じゃん。どうせ着ぐるみみたいな体型してるんやからさ。うん。なんじゃ明日、じゃ新世界の方で、うん、はい。で、これ、いつも俺、反射チェックだけしてんねんけど、あの、身内の人に、広域指定暴力団とか、元旦那さんがヤクザっていうことはないよね。全くございません。わかりました。うん、やっぱ今、コンプラうるさいから、はい、うん。そうですよね。そう、はい、そういった人はちょっとお断りさせてもらってるんで。はい、それは大丈夫です。うん。わかった。ほんじゃ、まあ、愛ちゃんは明日、新世界何時ぐらいにいてんのかな？一応、11時半に約束してるんで、友達と。お昼の。はい。わかった。ほんじゃ、まあ、夕方ぐらいよね。そうですね。わかったわかった。ほんじゃ、まあ、適当にまた連絡してきて。ほんで、ショートメッセージで、あの、はい、LINE の裏のまた、あの、暇見て送っとくから、出会い中。うん。わかりました。うん。ほなね。はい、ありがとうございます。はい、バイバイ。はい。はい。これでいい？よいしょ。うん、まあ、時にはやっぱり、うん、もうぐいぐい、ぐいぐい来る、うん、出会い中の人をやっぱり対処していかんと。うん。なんでぽっちゃりってわかる？いや、なんか声質とか感じとか、うん、かなって、うん、結構超えてる人かなと思って。うん。愛ちゃん。もうな、楽しみやね、言うたらね。ファンさ。うん、そう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 。うん、触れ合い。うん、そういうのもやっぱ大事にしていきたい。うん。大事にしていきたいなって思った。うん。うん、声でわかる。うん、声でわかる。うん。まなみと、明日、みなこ、ちょ、みなこ、あいつ連絡つかんねん、こころちゃん。もうええねんけど、別に。つかんくてええねんけど。うん、おう、やっと声聞けた。でもなんか、俺が思ってたより香ばしくなかったから、うん。あ、わかる。ちょっと、もっと香ばしいと思ってね。あ、サメイちゃん、ありがとう。パオ、あ、あの、単にちょっとあれやねんな。不慣れやねんな、スマホ多分。うん。あの、文字列とか見てたら、その、うん、その香ばしい界隈の人やと思ったけど、ちゃうかったわ。うん。愛ちゃん以前に多分違う愛ちゃんやと思うねんけどな。まだほやほやで作りたてやで、アカウントとかも。あ、そう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 、要はそうそうそう、バラバラ系や思ってたらちゃうかったわ。うん。あ、いいよ、ヒゲに使ってていいよ。あ、シワだけ欲しい。暗がりで見たら、あれか、いけてる。いや、さすがにテンストさんも、そのぐらいの年齢の人、あえてはいかんような気はするけど、どうやろう。うん。いや、わからん。まあでも、見た外噂なるぐらいやもんな。
いや、ちょっともう香ばしいは掘り下げんといてくれ。うん、やっぱり、うん、もう香ばしいだけで片付けてほしい。うん、うん、すまんがな、うん、そっちかなと思ったけど、うん、うん、え、ちゃうで、着信拒否じゃないで。あいつの、あの、巻内の携帯って、番号登録してる人から以外の着信を受けられへん設定なってんね。Google、ああ、だから、な、畳界隈とか、あと、香ばしいとかで多分出てくる。畳界隈で出てくると思う、多分ね。うん、畳界隈ってググってみ。うん。うん、そうそうそう。畳界隈でググった。そっちかなと思ったけど、ちゃうかったわ、全然。まあ、リコリス行くぐらいやもんな。怒られるか。怒られるか。リコリス言うたら怒られるか。リコリスの話だけやっぱ偵察はちょっと嫌そうにするからな。偵察は嫌そうにするからな。どうやろう、ニコちゃん出てきたかな。まあ、専門用語やな。香ばしい。なあ、しかもあれやろ、よう考えたらさ、ジジさんってまだ金回収してないんじゃん。うん、ああそやな、巻内多分全員の番号消したな、アホやから。まあそうか、和室界隈でもいいんか。ああ、そうか、和室界隈、ごめん、畳界隈じゃないわ、和室界隈や。うん、そう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 、うん。あー、でもなー、愛ちゃんあるから、巻内にあんま時間割いてられへんしなぁ。畳じゃないな、ごめん。ごめん。おぼろちゃん、おぼろちゃん、ごめん。和室界隈でググって、おぼろ好きをよ。和室界隈で、あれしてくれへんか、ググってくれへんか。あの、TikTok 和室界隈とかですぐ出てくるわ。うん。いや、あー、ごめん、もうそうそう、ググってみ。うん、あ、いや、なんかちょっとちゃう、なんかちょっとちゃうねんけど、まあちょっとな、俺もな、うん、やっぱそこそこ大所帯になってきたから、あの、言葉遣い気ぃつけなあかんというか、まあ、うん、そうそうそう、別になんかヒゲしてるわけじゃないねんけど、やっぱ難しいよね、言葉。うん、畳界隈できてもうたな。うん、そうそうそう。あ、ブライトもありがとうございます。愛ちゃん戻ってきたかな。うん、愛ちゃん戻ってきた、いや、と思ってたけど、意外とちゃんとされてる人やったから、うん、だから多分もう山田が好き行き過ぎてるパターンやと思う、多分。うん、多分な、うん、山田のこと好きすぎるが行き過ぎてるんやと思う。やと思わん。そっちやろ、多分、うん、ブレーキ効かへんくなんねん、多分。あんねん、うん、おう、なんか感じよさそうな人やんな、言うたら。うん、そうそう、山田のこと好きすぎてもう止まられへんくなってるやと思う。うん、まあもう畳にしとこ、畳界隈にしとこ、もう全部掃除して畳にしとこ。うん、やっぱできるだけより多くのファンと触れ合っとかんな、うん、これでな、うん、会社役員ですって言ったらガッツポーズやってんけどな、うん、ちゃうかったな。あ、無理やってまざす、恐縮です。恐縮です。まあちょっと起きてから考えるけど、でも行ったらまた怒らなあかんからな。やし、もうさすがに全員の分の電話番号をまたあいつの携帯に登録する作業がもうめんどくさすぎるから、もうちょっと腹立ってる人は個別に行ったらいいんじゃない。もう、うん、多分青白とか、まあ、青白の番号は残してんのかな、うん、分からんけど、うん、さすがに13万使い切ったはないか、多分やけど、あんつぶかギリバーかケピどころ行きたいから、無作為にみんなに電話かけていって、で折り返しが遅かって
遅かったからあのブチ切れて消していってんねん。でそれって多分あの結構酒飲んでるからやねん、うん、あのじじい、うん、結構酒飲んでからそれやってるからあのブチ切れて全員を消したっていう、うん、で明日行ったらもう分かってんねんな、インターホンに張り紙もう準備万端、うん、なまた、うんうん、だいたい番号を消すときそれやねん、言うたら酒飲んで折り返し遅い時がみんな削除やねん。青白だけワンチャン残ってる可能性ある番号は。ああそう、いやちゃうで、もうあもうそれ多分5回目か6回目やで、うん、もうええ加減慣れたわ、うんうん、もうええ加減慣れたわ、うん、どんだけ世話なってようがどんだけしてくれようが酒飲んでムカついたらとりあえず全員消していく、うん、あいつの先輩特許よ、うん、インターホンの張り紙、まあ行ったらわかるわ、まあ、うん、行ったらわかるわ。いやーわからん、気でかなんのか頭おかしなってんのかもわからん、せいぜいこじらせんねん。いや俺ももう繋がらんかった、かけても、うんうん、俺がかけてももう繋がらへんかった、うん、はぁ、あ、うん、パニック巻き打ち、ああ、うん、なんでサムネ通報されてる、俺ちゃんと許可取ってる、ああ、な何が問題ある、203号、ああしかも俺から声かけたんじゃなくて向こうから声かけてきて映ってや言うたらいいって言ってんのに問題ないやろ、なんで通報されなあかんねん、まあ、通報されるぐらい破壊力あるけどおええやろ、うん、こっちは許可取っとんねん、うん、まあ3日ほど掘っててもええけどな、ぶっちゃけ、いやあいつメンヘラやで、巻き打ち、うん、でももし明日行くんやったら午前中行かなあかん絶対、うんうん、もし行くんやったら午前中行かなあかん、うん、あいつ競馬せんと絶対パチンコ行くもん、スロット行くもん、絶対行くもん、こうなった後やねあいつスロット行くの大体、誰とも連絡取られへんくなるから、誰の顔なの、いやなんか突然声かけてきたおじさん、映ってやって言ったらいいって言ってくれたから、え、サムネセンシティブじゃないやろ別に、え、でもあれやろ、7やんちってまたレイ君がチート行く言うてたんちゃうかったっけ、23ぐらい、うん、まあ別に俺7やんの家行かんでもいいけどな、もう鎌倉で顔だけ見たら、うん、うん、うん、まあやっぱタイミングが合えば、はい、別にあれやけど、どうせまたあれやろ、レイ君泊まるやろ、ちゃうの、うん、まあ行くかもな、言うたら行くかもせえへん、行くかも、行っちゃうかも、冷凍、あ、冷蔵庫にヤクルトって入ってる可能性あんな、うん、いやまたパニック発作でとりあえず携帯に入ってる電話番号を消しまくってる、あいつアホやから、うん、いやちょっとそうやで、多分今日の目的はあんつぶか多分ギリバーかケピどころ行きたくて、行きたいねんけど行き方わからんから誘っとんねん、連れて行ってくれやねん、どうせな、うん、ですぐに折り返しなかったからブチ切れて、うん、全員消してんねん多分、うん、でこれをこのまま放っといたら、うん、ムカついたからスロット行くっていうその巻き打ち理論、うん、見ててみ、明日こそ多分気候治ったら 100% 現れんで、うん、競馬戦とスロット行きおるわあれ、うん、見ててみ、うん、いやー道覚えへんねんあれ、行き方が分からんねん、帰り方は分かるくせに行き方分からへんくなるよね、うん、いや明日やったらまだ大丈夫、かけてきてた時間が、え、何時やろ、ちょっと待ってな見るわ、かけてきてた時間が
なちょっと待ってな、あいつがかけてきてたんが10時14分夜の、うん、いや待って、10時14分ってこいつスルッと言ってるんちゃうか、あ、無理やってもありがとうございます。ちょっと待って。10時14分は香ばしいな。うん。ちょっと待って。夜の10時14分は香ばしいな。割と。匂うな。これもうすでに行ってるパターンあるな。いや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 、閉店前やん、言うたら。おかしい、おかしい、おかしい。何も、その日絡んでないのに、この時間にかけてくるはだいぶ匂う。行ってんな。こいつ行ってるわ、多分。うん。行ってるわ。行ったな。うん。行ってるわ。だって、その日絡んでる時とかは、夜収まらへんくてかけてくる時あるけど、行ってない日にこの時間にかかってくることないもん。これやってんな。やってるわ。うん。多分、昼過ぎぐらいから行って、夜までずっと売ってるわ。うん。いや、そう。ただ、買ってるか負けてるかわからんで、まだ。うん。閉店巻き打ちやわ、これ。ペカ打ち行ってるわ。うん。行ってるわ。クソ、ジジオ、ほんま。さすがにジジさんも切れるやろ、言うたら。うん。ああ、やったんね。やってんね。このじじい、こんなんやったらさ、ほんま、まあ、誰か行くか、もう、東京行っても巻き打ちが巻き打ちかになりそう、もう。なんか、もう下手したら、そのクソじじいのせいで帰ってこなあかんくなりそうやねんけど、怖いわ。キーデカなっとるから、キーデカなってるから、いやあるな、ま、行ってんな、多分負けてるし行ってると思うわ。あ、すいません、忘れてた皆さん、ちょっとね、言っていい、唐突が過ぎるけど言っていい、あかん、怒る、さすがに。あれ、手しびれた。言っていい、言ったら怒る。いや、違う、聖杯じゃない。なんかさ、いや、ちゃうねん。デイベ5位までに入れそう。デイベ。いや、ちゃうねん。5位までに入れたらさ、運営さんから3000円ぐらいくれるからさ。でも6位やったら0円やねん。うん、そう。いやだから、なんかもしな、もう新しく購入してまでとは言わん、別に。ただ、お手持ちの、何プチサンタクロースとかさ、もうちょっと リースとかさ、もし余ってんのあったら、1個でも2個でも、本当いただけたら、いや本当もらってばっかりで悪いねんけど、本当にもう言いたくないねん、こういうのも。あ、シャメイちゃん、ありがとう、パオン、ありがとう、シャメイちゃん、パオン、ありがとう、そう。あ、ヒロリンもありがとう、パオン、ありがとう。あと12分やからな。あ、豚、ありがとう、パオン、あざす、ありがとう。アイちゃん、ありがとう。あ、匿名さん、ミーの人、ありがとう、パオン、あざす、ゴシゴシ。靴磨き、リース、ありがとう、パオン、あざす、ゴシ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 。ありがとうございます。うわ、20倍、アイちゃん。ナイス、アイちゃん、いいよ。話聞いてなかったんな。ありがとう、アイちゃん。20倍、ゴシ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 。ありがとう。あ、匿名さん、パオン。あ、のっぽひらめさんもありがとう。あ、匿名さん、アイちゃん、ありがとう。豚ありがとう。
靴磨きさん、ありがとう。サンタさん、パンをあざす。動物の明日まで、明日の夜12時まで。あ、5倍5個。あ、5倍。パオン。ゴシ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 。ありがとう、ほんと。ミーの人、ありがとうございます。はい。うん。うん。あ、ありがとうございます。うん。ありがとうございます。あ、思うようにあれやな。うん。そうそう、シャメイちゃん。あ、せやで、高橋さんに、高橋さんに見せたもん、俺。もう、ありがとう。パオン。サメイちゃん、ありがとう。うん。ありがとう、シャメイちゃん。うん。あ、いい、無料で。ありがとう。そうそうそう。シャメイちゃん、ありがとう。いいで。そう。クリスマスのね、あの、アイテムを、ちょっと、はい、あと10分で、ちょこちょこいただけて、なんとか、5位までにしがみついたら、じゃあいいよ。聖杯はもう今日一回やってるから、明日でいい、明日で。たかしが速攻パクるっつってたからな。あ、靴磨きさん、ありがとう。パオン、ゴシゴシゴシ。あざす、靴磨きさん。あ、匿名さんも穴ありがとう。パオン、あざす。あ、いいよ、少しで、右の人。パオン、あざす。マキウチの家行ってない、行ってない。あ、どうせ、明日やろ、行っても。あ、村屋でもありがとうございます。恐縮です。あ、のっぽひらめちゃん。あお、ベルありがとう。うん、ベルありがとう。聖杯、嫌い、パオーン、あざーす、クリスマスツリー、ニコちゃん、ありがとう。ほっとね、いつかね、一緒にね、ニコちゃんと、淀川でクリスマスツリー見れたらいいなと思う。ほんとありがとう、ニコちゃん。ニコちゃん、もう、接しやすいよ、ほんと。え、自家製製アで米ピタ、米ピタになってたら意味ないやん。あ、村屋でもありがとうございます。村屋でもありがとうございます。たかし、早速パクってたな。やるやん。ほんまにやりよったな。おうな、ほんまにやりよったな。あ、村屋でもありがとうございます。恐縮です。あれでも、たかしってイベント出てなかったんちゃうかったっけ。あ、村屋でもありがとうございます。恐縮です。ありがとうございます。なーの人、ありがとうございます。恐縮です。ありがとうございます。あ、無理やってもありがとうございます。あと8分さ、あと8分。うん。まあ、そらな、あれ結構寝ったからな、言うたら。寝ったんでね、言うたら、雰囲気作りからやるから。いかにもなんか怒りそうか。あ、ニコちゃん、明日誕生日な。ってことはあと8分で誕生日、ニコちゃん。え、言ってよ、ニコ。ガチ誕生日なんか。見るわ。あ、ほんまや。待って、ニコちゃん誕生日や。うわ。ニコちゃん誕生日じゃん。いいの？なんで？よくないやん。もうあと7分したら、あれじゃん。おめでとう。言おうよ。祝おうよ、ニコちゃん。そらさあ、あんなんポッとやってるように見せかけて緻密に練ってるからな。そらね、思いつきでやってるように見せかけて、配信外で5分ぐらいは考えたからな。そらね、それはひどすぎるわ。それはひどすぎるわ。ニコちゃんの誕生日と俺への課金何にも関係ないからな。それはひどいわ。ちゃニコちゃんに普通におめでとうって言ってあげたい。あと6分後ぐらいに。それはな。ゆいな、ヤマリス、明日誕生日やねんとかさ、ゆいな。さすがに、プロフィール欄飛んでいって全員の生年月日は把握できひんからよ。ああ、いいよ、いいよ、ニコちゃん。かまへん、かまへん。だから、みんな、59分で、サンタクロース見せてあげてほしい、ニコちゃんに。それはな。59分で、もし、可能な人な、ニコちゃんに、サンタクロース見せてあげてほしい。違う。
ふ、それは、ちゃうちゃう、それはちゃうやん。やっぱり、まあ、絆やん、絆。思わん。俺は絆やと思う、ほんま。悪用すな。ちょっと悪用じゃないよ。いや、見せてあげてほしいなと思って。ニコちゃん、誕生日おめでとうっつって、何サンタクロース来たら素敵やん。素敵じゃないか？自分の時もそんなんされたくない？言うたら。せえへんせえへんせえへん。するわけなかろう言うたら。あ、こんなこと言うなよ。頭いってんのか、リライ、お前。マジで。何を言うてんの、ほんま。日本語不十分か。いや、チャンスタイムとかじゃないよ、みたいな。一つでもいいからさ、ニコちゃんにさ、サンタクロース見せてあげたいなと思って、メリークリスマス、ハッピーバースデー、みたいな。あ、ムライトもありがとうございます。おぉ、166ナイスやぞ。6位、地投げっぽい、ミュートでアイテム飛びまくり、マジかよ。あ、シャミーちゃん、ありがとう、パンを、あざす。そうそう。だから、まあ、サンタとかツリーのファンタでもミラクルでも別にええからな。見せてあげたってな。59分で。あ、回ってからの方が。いや、だから、ちょうど59分で、飛んで12時またいだら最高やねんけどな。日付そう回ったら誕生日やからさ、そのまたがるところにこうエフェクトがかかってたら素敵ちゃおうかなと思って、最高の誕生日やで。彼女いなくなるとモテるよね、やろ。なんかすいません。いや、いい、ニコちゃん。大丈夫、大丈夫。お、6位呼ぶ。俺6位やろ、ちゃうの。まあ、どっちでもいいよ、順位。自己中。俺自己中か？俺って。俺って自己中？ま、俺って自己中ですか。駐車場のお金払いに行くんめっちゃめんどくさいな。あ、変わっててんや。あ、聞かれてると気使う。おっしゃ、あと3分。あと3分。あと3分。3分でニコちゃんの誕生日。あ、無理やとは、ありがとうございます。あ、ヤマピーと一回り差ってことは、俺38か、50ってこと。あ、ニコちゃんも50歳な、アイちゃんと一緒ってこと。意外。そんな一回りも離れててんな。いや、そうだよね。自己中じゃないとできひんよね。え？そんな若いん？ニコピー。マジかよ。どこ住んでんの？大阪？マジかよ。じゃあ俺26歳に必要以上にこじきしててんな。すごいな。一回り年下の人にこじきしてんねんな。えぐいな。そう考えたら。ああ、違いますよ、バチオジと。逆に、なんとなく、サムネ、そういうサムネする人、だいたい年上やから、かな。逆に何でもでも、ちょ、自分より年上やと思ってた。ちゃうんや。若いなぁ。若いなぁ。あと2分。あと2分。あ、山田スキピ。あ、俺もスキピ226。誰やろ。山田38じゃん。あ、チーノさん、無理あえてもありがとうございます。暴れたい。いいよ、暴れろ、パオン。あざす。いいよ、ゆみきちゃん。どんどんアイテムで暴れたらええでちゃうか。そういうことじゃないか。ありがとう、ゆきちゃん。アナ、ありがとう。お、1分。あ、村屋とマザース。恐縮です。ありがとう。誕生日おめでとう。パオン、アザース。ゴシゴシゴシ。ゴコありがとう。ミーの人。あ、ゆみきちゃんもありがとう。パオン、アザース。怒ってる。俺じゃないやんな、矛先。
あ、無理アイテムありがとうございます、ゆうちゃん。あ、匿名さん、シングルベルありがとう。パオン、あざっす、ゆうの人。あ、シャメイもリース、ありがとう。パオン、シャメイ、ありがとう。いいよ。アナ、ありがとう。あ、匿名さん、三つありがとう。パオン、ゴシゴシゴシ、ありがとう。あ、ミーの人、ありがとう。あ、あと無理アイテムありがとうございます。ありがとうございます。うん、シャンタありがとう。パオン、あ、シャンタありがとう、うん。シャンタさんありがとう、ユーの人。ニコちゃん、誕生日おめでとう !10 個ありがとう。パオン、ゴシ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 、ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアニコちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。よかったね、ニコちゃん。26歳か7歳になったんかな。今年は、だから27歳でいいか。27歳は、なんやろう。まあ、いっぱい課金できる年になったらいいね。ほんとね。あ、月さんありがとう。いっぱい課金できる年になったらいいね。ニコさん、よかったよかった。そうそう、いっぱい課金できる年になったらいいよ、それは。いっぱいな。とりあえず今年の目標は、金のタヌキになること。いや、よかったな、ほんま。よかったね。あなたの好きなファミリーカード、ファミリーマート、え、ファミリーカード、え、そうなん？おっつ、マジかよ。フラグや、来た、親富裕層や、役員の娘や、来たんちゃうんこれ。これ来てるやろ、フラグ立ったやろ。アメックスや、あー。アメックスのプラチナや。絶対そうやろ。やっぱりな。あ、無理やってまざす。お父さんお母さんに怒られへん程度に。はい。あ、無理やってまざす。恐縮です。お父さんお母さんにあんま怒られへんように、止められたらしまいやからな。その加減はちょっと調整してな。あ、ゆうりさん無理やってまざす。あ、無理やってまざす。あ、皆さん12時回りました。本日、24時間で、この何、カテゴリー、このイベントのやつ終了です。あと24時間で、12時超えたので、あの無料アイテム、無料アイテム、皆さんあのお手持ちの無料アイテムもし余ってたらください、ください。無料アイテム、はい、400人いてるのかな、400人ぐらい。あ、きょんちゃん久しぶり、アビタンありがとう。無料アイテムありがとうございます、恐縮です。あ、靴磨き様ありがとう。あ、こんばんは229。無料アイテムありがとうございます。あ、シャミーちゃんありがとう。パオン、あざす。あ、無料アイテムありがとうございます。あ、無料アイテムありがとうございます。無料アイテムありがとうございます。あ、無料アイテムありがとうございます、恐縮です。あ、無料アイテム恐縮です。あ、無料アイテム恐縮です。まあ、おそらく明日2回ぐらいの聖杯、があると思います。2回、明日は多分2回あると、今日か2回あると思うんだよ。はい、本日、あ、無料アイテムありがとうございます。ありがとうございます、恐縮です。あ、無料アイテム恐縮です。あ、サリトって恐縮です、ありがとうございます。あ、サリトって恐縮です、無料アイテム、あー、恐縮です、無料アイテム、やっと終わるな、このガチのやつ、やっと終わるな。あ、無料アイテム恐縮です。はい、無料アイテム恐縮です、やっと終われるな、あー、いえいえ、ありがとうございます、本当無料アイテム恐縮です、ありがとうございます。
いやー、これな、リリーとおしゃべってるからしんどいなぁ、ほんま。しんどい。うん。うん、あ、無理やってもありがとうございます。あ、よ、ありがとう。まあの人、よ。うん、まあの人、ありがとうございます。恐縮です。あ、無理やっても恐縮です。ありがとうございます。うん、はい、無理やっても恐縮です。はい、無理やっても恐縮です。はい、無理やっても恐縮です。よし、これで駐車料金払ってこよう。無事12時をまたいだぜ。いや、普通にバイトしてるより体力はそらな、うん、の方が楽やろうな、多分な。あ、シャメイちゃんありがとう、パオン一押しにありがとう、いいよシャメイ、うん、うん、ほんまやな、ほんまな、あ、思ったわ。あ、無料アイテムありがとうございます。恐縮です、恐縮です。あ、マサオくん5個5倍ありがとう、パオン、ゴシ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 、いいよマサオくん、ゴシゴシゴシ、うん、幸先いいね、ほんと。時間、いや、それはな、内容によるな、言うたら、うん、うわ、家で尺長えと思ってる時長いけど、別になんかあんま外行ってフラフラしてる時あんまり時間長く感じんな。あ、もう4時間経ってんや、みたいな。まあ、日によるかな。うん、でも1回目の4時間よりやっぱり2回目の4時間の方が長く感じて、うん、で、3回目の4時間も長く感じるな、うん、より。4回目の4時間とかほんまもう精神と時の部屋やで言うたら。体感12時間ぐらいに感じるからな、うんうん、あ、村井でもありがとうございます、恐縮です、うん、体感12時間ぐらいに感じる時あるぞ、うん、おいおい、またまだ1時間半かよみたいな、うん、いやだからこの間のあの心ファンタスティックチャンスの時もうめっちゃ長く感じたわ、ほんま死ぬんちゃうか思ったら、うん、うん、養分やばい、喧嘩なってる、よし行こうか、うん、やろうな、待ってました、ああ、待ってました、助けに行くか、ちょっとチェックするわ、止めに行くわ、うん、ほんまか、ほんまですか、え、ちょっと待って見るわ、視聴者さん、なってないやん、なってないやん別に、ああ、え、204000ポイントって何、ごめん、わからん、それ何か。うん、なってないやん、笑ってるやん、別に。あ、うん、おやすみ、ニコちゃん、おやすみ。うん、ハッピーバースデー。うん、そうから、うーわ、そうさんからありがとうございます、ニコ。いや、別にいいっすよ、フルネームでいいですよ、別に。パオン、あざす、ゴシ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 、5倍、ニコ、あざす。あざす、ありがとうございます。え、別に全然ソルジャーさんからって言ってくれて全然いいっすよ、言うたらいつも世話になってるんで、もう金銭取れてください、うん、そんなもうあの人謙虚なんだから。あ、メリークリスマスのジャックポット204000、え、すいません、誰か5000のアイテム100個ぐらいくれへんすかだって誰か5000のアイテム100個ぐらいくれへんすか。あ、村井でもありがとうございます、恐縮です。うん、結局クリスマスアイテムのジャックポットどのパターンも1個も出えへんかったな、超大当たり、うん、あ、村井ともありがとうございます、恐縮です、今日アンド祝です、出、うん、んかったな1回も、うんうん、ガチイベより目先のそれに目がくらんだわマジで、うん、おらんか、おらんか、甘えれんか、あ、ポンさんありがとう、あ、こんばんは、エンジンさん、エンジンさんじゃないよ、ペイの人、うんうん、あ、ダーの人ありがとうございます、3つパオン、あざす、ゴシゴシゴシ、あざす、うん、誰かスーパーウルトラサンタクロースチャンス、あれは降臨せえへんかなマジで、うん、いやそれはお前目先のあれに目くらむよな、そんなん言われたら。あ、胸当てもありがとうございます、恐縮です、ありがとうございます、うん、あ、ポンちゃんもありがとう、うん、恐縮です、パオン頑張ってください、ルーの人ありがとう、パオン、アザスルーの人ありがとう、うん、あ、無料アイテムありがとうございます、恐縮でーす、うん、あ、無料アイテム恐縮でーす、恐縮でーす、まだまだ膨らみそう、いやどうやろうな、
さすがにどこかしらで当たりそうやけどな。サンタクロースやってけへんかな、マジで。やってけへんかな。よし、駐車料金払ってくるわ。今宵もちょっとの、いいよ。その気持ちが大事。ありがとう、パオン。今日はほんじゃ、うるさい音立てんのやめるわ、パオン。あざす。うるさい音立てるのやめるわ。わかった。もう寝落ちしていって。ちょっとお金払ってきていい？このまま行ったら、無駄に駐車料金だけどん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 上がっていくからさ。ちょっと、払ってくるわ、もう。小銭あるわ。ちょっとお金払ってきます。何倍かな。なんか寒いなと思ったら、俺ジャンバー用意してジャンバー着ていくの忘れてた。あ、あれや、え、無理やってまだす、恐縮です。よし、行くか。行くぞ。寒っ。あ、ありがとうございます、豚3つパオン、あざす、ゴシゴシゴシ。おう、前日くんなったな。もうおめでとう言うてるからやろ。この人ありがとうございます、おめでとうって言ってるからいいよ。もうおめでとう前日。あ、豚3つありがとう、パオン、あざす、ゴシ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 、あざっす。で、置いて、よし、じゃあ運転します。ちょっとドライビングモード中は、あ、無理やってまざす。ドライビングモード中は、無料アイテムの匿名さん確認できないんで、はい。じゃあレッツゲリロン。あ、ちょっと待って、これあれや、こうせなあかんのか、これな。これでいけるか。よし、行くぞ。何歳？サンズ初位。サンズ初位。帰ろう。よいしょ。ほんで、これ左か。よっしゃー。いけるかな。私も空気読めるようになった？なったの？空気はでも冷めちゃん読むものじゃないで、吸うものやで。あ、しゃべりちゃんありがとう。よいしょ。よいしょ。よっさんとコラボ。あ、放送事故寸前。そんな盛り上がってんねや。あ、無理やってます。恐縮です。
ああ、えらいことなってんね。え、何がどうなってんの。男女芸か、男女芸。やっぱ男と女は湧くよな、マジで。あ、ブレアテもありがとうございます。恐縮です。あ、シャメイちゃん、ありがとう。シャメイちゃん、ありがとう。あたり、パオン、いいよ、シャメイ。ありがとう、シャメイちゃん。当たりやね。当たってるね、シャメイ。どこ行くん。え、バッチシ家帰る、シンプルに家帰る、え、やろう、今日はもうゆっくり、もう何もないやろ。家帰ってちょっとダラダラして寝る、今日は。で、明日に備える。まあ明日に備えるって言っても、え、マキウチはだってあれやん、もう明日しかどうしようもない、もう確実に寝てるし、言うたら、明日も早い時間に行くわ、もうそれでええんちゃう。朝は早い時間に行きます。それでええんちゃう。いや、何も連絡ない、あれから折り返し一回も、来てないんちゃう、実際分からんけど、言ってただけちゃうか、多分そのなんとかさんっていう人、あんだけでも言ってたのにな、来えへんってあんねんな。そうか、もう夜の12時なってんねんな。家の横止めていいわ。車出す時間決まってるから。牧内、明日。牧内、明日。次、しんちゃんが言い合い。マジで。え、大丈夫それ。いやー、多分大丈夫やろな。えぐか、ほんまにえぐかったらもっと鳩飛んでくんもん。もっと鳩飛んでくんもん。マジでえぐかったら。あ、赤いキツネさん、ありがとう。恐縮です。村井君。早いから多分怒るだろうな。あ、ようこさん、ありがとう。よろしくです。風強っ、ブルーアイテムありがとうございます。恐縮です。引退です。あ、家帰ってる。もうバリバリ普通に家帰ってる。ああ寝そうなってた。え、山田帰るよ、帰る帰る。もう
済んだ、用事は全部済んだ、うん、帰る。なんで、なんか起こりそうな、なんかあったん。あ、村井とマザス。いや、牧野ちゃん今から行ってもな、もう寝てるからな。あ、村井とマザス、恐縮です。いや、わからん、なんか一応スロット行ってそう、うん、スロット行ってそうやねん。しかも全員の電話番号ぶちってるし、ちょっと消息不明ですね、牧内は。早くから放送すると思う。帰ったら多分すぐ寝るわ俺。あ、ブレアとマレッツさん恐縮です。うん、ちょっとなんかあったっぽい、マキウチに関しては。なんかはあった。とりあえず全員の電話番号を消してる、うん、アホやから。家の横止めても大丈夫やな。うーわ、満車や。うわ、こっちが空いてるわ、ラッキー。よいしょ。止めにくいな、ここ電柱があるから。もうちょい寄せな、あれか。これでいいか。よいしょ、到着。到着。到着。荷物持たなあかんな。そっからそこやからあれするか。もう、いや、ジャグラー行ってるっぽい。俺に電話かけてきてた時間が10時15分とかやからさ、どう考えてもおかしいいうかさ。で、あいつ俺の電話番号消してるからさ、もう電話のしようもないしさ、言うて、うん、まあどの道多分一回は行かなあかんくなんねやろうけど、うん、よいしょよいしょ、うん、行ってるな多分スロット。ヘッドライト持ってきてない。いらんやろヘッドライト。何しにいんねん。よし、ちょっと暗いな今。これちょっと明るくなった。ちょっと待って、な、用意するから。パチッとな。あ、うん、パチッとな。で、財布、タバコ、